下関市の水族館、海峡館では、フンボルトペンギンの人工受精に4年前から取り組んでいて、先月、オスとメスの2羽が孵化しました。絶滅危惧種に指定されているフンボルトペンギンの凍結精子を使った人工受精は、世界で初めてだということです。世界の多くのペンギンが絶滅危惧種になっているので、そういう保全にも役立てたらすごくいいと思いますし、 ニワは,は順調に成長していて来月には巣立ちの時期を迎えるということです。